ようございます、今日は鹿児島出水市にあります鶴の来る町ミュージアムに来ました。私の作品もいくつもたくさん収蔵していただいております。こちらが美術館となっております。新幹線の鹿児島駅から、タクシーで来られることがいいかなと思います。非常に多くの写実絵画が充実しておりますので、よかったらぜひお越しください。ちょっと入ってみましょう。階段を上がってきますと、このようになっておりまして、佐賀大学の卒業生の仁枝典子さんの作品であるとかがあります。正面には私の代表作的な作品の一つがございます。入り口を入ってきますと、2013年の作品ですね、桜と光の中という作品を今飾っていただいております。近々ちょっとここの作品をまた入れ替えるそうですので、楽しみでございます。この作品は2013年、今から7年ぐらい前は私にとっては結構いろんなことがあった時で、2013年、父親がその年に癌で亡くなったりして、非常にいろんなことがあった年です。この年に、実は同時に3枚描いてまして、そのうちの1枚は保木美術館、第1回保木美術館大賞展というのに出品して、美術館長賞という、当時その賞はなかったんですが、なぜかそういう賞が作られて、そういう作品が一応収蔵していただいています。でもう1枚は寝転がった人物で、佐賀大学美術館でこの間出品していた作品ですね。で、もう1枚、その3枚のうちの1枚がこの作品です。で、本当にもう自分自身もちょっとしんどかったので、明るい作品を描こうと思って、あえて明るいです、あえて明るい作品を描きました。実際、これは大学の校内にある、桜でございまして、ここになんとなく川っぽく見えてるんですが、これは川ではなくて本当は普通に道路で、奥には、定食屋、浦部という定食屋があるんですが、それを絵の中ではちょっと川っぽくこうやって、桜だとどうしてもこう花が満開の作品が多いんですが、私はこう、葉桜とかが好きで、その時期を描きました。これは、白日会というので、内閣総理大臣賞を受賞した作品でございます。はい。これは、光と水が差してという作品で、2017年の高島屋にの個展で出品した作品です。100号というサイズですね。162センチ162センチです。これは古湯という、佐賀の古湯温泉というところの中に、古湯城跡地というところの奥の方に行くと、こういうところがございます。逆光気味に、水をとにかく光らして、描いていった作品です。相当絵の具をボテ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 厚く塗っている作品ですので、ぜひ、近くに寄って、見てもらえたらと思います。これは、日動さんで、4年前か6年前かぐらいに、やった個展で出したチェコのプラハの作品です。夕日、日が沈んでいくところですが、これは街の真ん中に、そういうこう塔があって、その上から俯瞰的に見た図です。で、近くに寄ってもらうと分かるんですが、屋根一つ一つまでこうニードルで掘って絵の具をすり込んでまた削ってとかっていうことを繰り返しながら描いてます。構図的に非常に、うまくいった作品でもありますし、非常にこの空の黄色さとか青さ赤さが自分なりには非常にうまくいった作品であります。
よかったらぜひ本物を見てください。